山本周五郎作、畜生谷、第一章。浅田隼人が江戸から帰るとすぐに小池盾脇が訪ねてきた。今度のことはまことに気の毒だ。と盾脇は挨拶の後で言った。しかし、織部殿と西沢との果たし合いは、 斎藤又兵衛の立ち合いで行われ、正当なものと認められたし、西沢は三年間の木戸詰めに仰せつけられて山へ行った。ことははっきり始末がついたのだから、どうか騒ぎを起こすようなことはしないでくれ。隼人は,は節目のまま黙っていた。丹後様騒動が収まって五年にしかならない。 立脇はまた言った。それも本当に平成を取り戻したのは丹後様の亡くなった去年からだ。そこをよく考えて、家中全体のために堪忍してくれ。隼人が静かに目を上げた。果たし合いのあったのは、六月十七日だったそうだな。十七日の午後、北の馬場でだ。 俺は、江戸で兄から手紙をもらったが、その日付は6月12日になっていた。縦脇が聞いた。どういう手紙だ俺は、騒ぎを起こすつもりはない。今度のことに関係のある手紙かそれは、二度と聞かないでくれ。と、早とが言った。これからは、貢献として、 老いの正一郎を育ててゆかなければならない。それがせめてもの兄への供養だと思う。立脇は頷いた。どうかそうあってもらいたい。わかってくれてありがとう。はやとは黙ってえしゃ釈を返した。兄の織部の死は江戸で聞いた。兄は勘定奉行を務めていたが、 部下の西澤半四郎というものと決闘をして即死した南度型の斎藤又兵衛という者が立ち会い人で西沢と共に与田滝三郎に名乗って出ありのままに事実を申し述べた与田は中老の筆頭ですぐ小池立脇に連絡し北の馬場へ行って現場の検視をし オリベの遺体を浅田家へ運んだ上妻の貴所に司祭を告げた遺体には突き傷が2箇所ありその一つが心臓を貫いていたこの藩では立ち会人のついた血統は正当なものと認められておりたとえ死者が出ても法的に罪に問われることはなかったただしこの場合には オリベが温和な性格でこれまで人と争った例がほとんどなく自由の間で最も信頼されていたためどうして決闘などをしたかというその原因が疑われた党の西沢は尋問に対して「侍の一文が立たないから決闘したのであり理由は個人の名誉に関わるから言えない」と答えるだけであった。 また、斎藤又兵衛は、二人に頼まれて、やむなく立ち会い人になったので、決闘の理由は何も知らないということであった。個人の名誉に関わるから言えない。西沢藩四郎はそう答えたが、織部の公認を命ぜられた、野口助左衛門は、事務引き継ぎにあたって、帳簿の不正捜査を発見し、追悼会計から、 五百両近い金が織部の印判によって引き出されていることを突き止めたそこで与田滝三郎は西沢を呼び出した上決闘の理由がその点にあったのかどうかと尋問したところ西沢はやはり返答を拒み自分としては個人の名誉のために何も言えないと言い張った浅田家は 大目付によって調査され、個人の妻、キーヤ、菓子、飯使いたちも尋問された。しかし、五百両という金額がいかに使われたかということは、ついにわからず、老身協議の結果、家禄を半減して返済に充てるということになった。これは、織部の人柄と、それまでの勤めぶりを考慮された、寛大な沙汰で、 本来なら遺族は海域追放を免れなかったであろう。以上のことを早とは江戸で知った。そして織部の維持、小一郎の後ろ見をするようにと帰国を命ぜられたのであった。浅田の家禄は二百三十国で、薬料とも二百五十国だったが、薬料は家禄ではないから、半減というと、 百十国になるその頃、米価は米一票。使徒四章が一部と六十文目から七八十文目に当たっていたので、五百両を返済するには、概算して約八年近くかかる。米価は年によって工程があるけれども、八年より早く済むという望みはまずなかった。幸い、 住まいはそのままでよいことになったものの菓子・召使いたちは減らさなければならない菓子は村井勘兵衛という老人夫妻召使いは下女一人にしたので家や庭の掃除だけでもなかなか手が回りかねる召使いは二人にしてもいいだろうと隼人は勧めたがキイは少しでも節約して返済に当てたいからと言った っって聞かなかなた。別棟の長屋にいた村井夫妻を母屋へ移し彼らの後へ隼とが入った兄嫁のキイが25歳彼は27歳なので同じ屋内に住むことを避けたのである兄嫁のキイは小池舘脇の妹にあたり17歳で浅田へ帰してきた。 ハヤトとは幼い頃から知っていたため、今更そんな行儀にこだわる必要はないと思ったが、ハヤトにはその年の春、梅原家の次女と婚約の内談があったので、そちらへ遠慮しているのかもしれないと考えた。九月に入ると間もなく、縦脇の奔走によって、ハヤトは二人ぶちで半校の剣道助教の席が与えられた。 彼は元その道場で助教を務めていたが、教頭の公認となるため、柳木受から免許を取ることになり、二年の予定で江戸屋敷へ行っていたもので、兄の死によって免許は取れなかったが、教授の腕は十分にあった。こうして、隼人の国元での生活が始まった。朝四時に起床、六時に半校の道場へ出る。 稽古は午前中で終わるが、特に希望する者たちを午後三時まで教え、午後五時には退出する。道場は大手門の外にあり、北屋敷にある浅田家とは約十丁しか離れていないので、往復に暇を取られることはなく、帰るとすぐ、夕食まで老いの正一郎に素読を教えた。章一郎は五歳になる。 体つきは小さいが利口で大変な暴れん坊だった。その点は父の織部よりも隼人の幼児に似ているらしい。知人からよく昔の隼人にそっくりだと言われた。10月になってから隼人は梅原家へ訪ねて行き、内乱のあった婚約を解消してもらった。梅原頼母は 五百三十国の寄り合い役肝入りで小池舘脇の上役に当たるが隼人の向上には一応反対しこちらは待ってもよいと言った「隼人は正一郎が十五歳になるまで結婚はしないつもりであるし十年も待ってもらうのは自分として耐えられないからといい」と言い梅原でもようやく承知した。その すぐあとのことである。稽古が終わって道場から帰る途中、斎藤又兵衛に呼び止められた。それまで付き合いもなく、もちろん口を聞いたこともなかったが、顔だけは知っていたので、又兵衛だということはすぐにわかった。知っています。相手が名乗るのを聞いてから、隼人は言った。何か用ですか 隼人の目には、両親のない血のみ子を見るような、優しく深い色がたたえられた。歩きながら話しましょう。と斎藤は言った。北の馬場まで行ってくれませんかいや、と隼人は穏やかに拒んだ。私は帰って、おいの勉強を見なければなりません。話があるならここで聞きましょう。 歩いてください。と斎藤が言った。実はあなたが訪ねていらっしゃるだろうと思って待っていたのです。隼人は歩いて行きながら正面を見たまま、どうしてと反問した。あの、果たし合いのことで。と斎藤が口ごもりながら言った。私に何か聞きたいことがあるのじゃありませんか隼人は、 散歩ほど歩いてから言った。あのことははっきり始末がついていると聞きました。そうではなかったんですかそれはそうですが、しかし。斎藤は落ち着かない様子で咳をした。そうするとあなたは、あの果たし合いについて疑念を持ってはいないんですね。早とは振り向いて相手を見た。その目は、 やはり優しそうな深い色をたたえていた疑念を残すようなことがあったのですかと隼人が聞き返したいやそうではないそういう意味ではありませんがと斎藤は唇を引き締めそれから続けた私は立ち会人でしたからその責任の上からもあの時の様子を はっきり話しておきたいと思ったのですそれは与田老職に話されたのでしょうそうです斎藤の額に汗がにじみ出た司祭を申し上げた上北の馬場へ行って実地の検視もしてもらいましたそうそうその時は小池さんも堂々されたのですそれでもまだ何か話したいことがあるんですか いや、そうではありません。私はただ。斎藤の額から汗が滴り落ちた。もしかしてあなたが何か疑念を持っているのではないかと思ったのです。それで一度あなたにもその場の様子を話しておきたかったものですから。わかりました。と、ハヤトは言った。要は、それだけですか。それだけですが。 と斎藤は口ごもるように言った私にも納得のいかないことはどうして果たし合いをしなければならなかったかという点です浅田さんは何もおっしゃらなかったし西沢も固く口をつぐんでいるものですから隼人は黙っていたまだ斎藤の言葉が続くものと思ったのだろうしかし斎藤はまた はやとが何か言うのを期待する様子で、ごく短い間だったが、罰の悪い沈黙が挟まり、斎藤又兵衛の顔に、罰の悪そうな表情が浮かんだ。まだ何かありますかとはやとが聞いた。いや、どうぞ。と斎藤は慌てて会釈した。お暇を取らせて失礼しました。 第二章日の経つに従って家中の人たちは隼人の性格の変わったことに気づいた彼の少年時代は短期な暴れ者だったし二十三歳で剣術道場の助教になってからも稽古ぶりは激しく容赦のないやり方で本心からその道を学ぼうとするものでない限り到底ついてゆけるものではなかった。 教頭の横淵十九郎が彼を自分の公認に押し柳木受けで免許を取るように江戸へ行く段取りをつけたのは腕の修行よりも性格の当夜が目的であったらしいもしそうだとすればわずか一年余日でその目的は達せられたと言えるしむしろ予期以上だったということができるだろう 浅田は顔つきまで変わった。渦中の人たちはそう表し合うようになった。道場での稽古ぶりもずっと穏やかになり、上手なものよりも下手なものの方に時間をかけ、手を取って教えるというふうな入念なやり方に変わった。すると自然に周囲の事情も少しずつ変化が起こり、以前には敬遠していたような人たちまでが、 彼に近づいてき始め、道場の門人などを入れると、五人から十人くらいの者が、毎晩のように隼人の住まいへ集まってきた。酒を飲んで起援をあげるとか、憲法について講話をするというわけではない。茶をすすり、歌詞をつまみながら、話したいものは勝手に話すし、聞きたいものは聞いていればいい。議論の始まることもあるし、 それが講じて喧嘩になりかかる場合もある。しかし、隼人が一言何か言うと、それだけで議論に蹴りがつき、座はまた和やかな空気に戻るという具合であった。両親のない血のみごを見るような、柔らかな温かみのある隼人の目を見、口数少なにゆっくりと話す隼人の声を聞き、 静かな力感のあふれた隼人の体を短く感じていれば、それで彼らは満足するもののようであった。年が明けて二月になったある夜、これらの者が帰った後に、根岸伊平次という若侍が残った。根岸は二十一歳、道場の門人であるが、家は800国の老人格で、 すでに家督をし、妻と二歳になる子があった。実は、前から一度お耳に入れようと思っていたのですが、と伊平寺は低い声で言った。織部殿と西沢との果たし合いには不審な点があるのです。早とは牛目になり、ぐっと顎を引き締めたが、何も言わなかった。剣士の時に、 医師も立ち会ったのです。と、伊平次は続けた。堤町の安岡総案ですが、その話によると、織部殿の傷のうち、心臓を突き抜いた一刀は、後ろからやったもので、傷口は背中から胸へ貫いていたというのです。それで、と、隼人は目をあげた。何が不審だというのですか その反問は意外だったのだろう。伊平次はちょっと口ごもった。何がと言って、真剣勝負に後ろ傷ということがあるでしょうか極空、稀だろうけれども、絶対にないとは言えないでしょう。と、ヤトが言った。それよりもあの剣は、五郎新型の吟備によって始末がついている。動かない証拠があればともかく、 疑わしいという程度の理由で騒ぎを蒸し返すようなことは慎んでください。わかりました。と伊兵衛はうなずいた。他にも不審なことがあるのだが、そういうご意見なら何も言わないことにします。若いためにこらえ性がないのだろう。伊兵衛の顔に不満の色が現れるのをやとは認めた。 騒ぎを覚えていますかと、隼人はやとは、静かな口ぶりで聞いた。あの時、かやの大学殿が爪腹を切らされ。あなたのお父上も、百日の平穏を仰せつけられたでしょう。ええ、知っています。八年前、藩主、泉の守、信方のおじにあたる、丹後信康という人が、 江戸家老と組んで藩の政治を乱し危うく幕府の権籍を買いそうになったその時信康らに対抗しようとした人たちのうち国家老の茅野大学は爪腹を切らされ他に五人の住職が罷免されたり罰せられたりした三年後丹後が軽い卒中で倒れたのを機会に ことが現れて、単語は隠居。処罰された人々は、無実の罪であることが明白になって、それぞれ、給六を回復された上、泉の神から、異老の沙汰があった。同時に、信康に加担した、老人二人と、住職三人には、切腹、追放、重謹慎などの罪が、課されたが、 中にはそれを不服として幕府老中へ訴えるなどというものがありそれは果たされなかったけれども家中にはかなり後まで不穏な空気が残っていたことが現れて丹後様一味は処罰され一味によって無実の罪に問われた人々は元の身分を回復しましたしかし爪腹を切らされた茅野の大学殿を 生き返らせることはできないでしょう。と、隼人は言った。人間のしたことは、善悪にかかわらず、大抵いつかは現れるものです。長い目で見ていると、世の中のことは不思議なくらい公平に、配分が保たれてゆくようです。話してくれた行為には感謝するが、決闘のことは忘れてもらいたい。隼人はそう言った。 なだめるように伊平次は納得して帰っていったその月の下旬に小池舘脇が訪ねてきた5人ばかり若侍たちが集まっていたが舘脇は彼らに向かって「妖談があるから帰ってくれ」と言い若侍たちはすぐに立ち上がった舘脇は きつい表情になっていて、二人だけになってもすぐには話を切り出さなかった。ヤトは何も感じないように黙ったまま縦脇のために茶を継ぎ、相手が話し出すのを黙って待っていた。いつかの約束を覚えているか、とやがて縦脇が口を切った。織部殿と西沢とのことは始末がついた。 何も詮索はしないと約束したはずだ。詮索などという言葉はなかったようだが、約束したことは覚えている。それなら約束は守ってもらいたいな。これ以上にか山の軌道を調べさせているのはどういうわけだと立脇が言った。俺は柳田十太夫から聞いた。十二月以来、 手を回して木戸のことを調べているそうではないか調べているのはルニン村だ。あの部落は木戸の支配だし、木戸には西沢半四郎がいる。隼人は柔らかに咳をしてそれから行った。俺はずっと昔からルニン村に興味を持っていた。あの部落が畜生谷と呼ばれること。 住民たちが農耕を知らず、紋猛で獣のような生活をしていること、今でも人の晩死によって罪人同様に監視されていることなど、どこまでが事実かは知らないが、古い物語でも聞くように、半ば暴れで、半ば恐ろしいような印象が残っている。今度、江戸へ行っている間に、 その部落のことを思い出した。帰国したらぜひ一度調べてみようと考え他藩にそういうことがあるかどうか手鶴を求めて探してみたところ二三の藩で似たような例のあることまた現在それがどう扱われているかということも分かったこの藩では約三十年前からルニン村へは ルニンを送っていない、なと隼人は続けたとすれば現在そこに住んでいるのは罪人ではなくその子か子孫ということになるそれらがいまだにルニン村に閉じ込められて獣のような生活をしているとすればそれが事実だとすれば捨ててはおけないだろうそのことは俺も知らない立脇は 疑いを解いたように肩をゆすり。だが、それは、と念を押すように言った。本当に西沢とは関係がないのだろうな。見ていればわかる。と言って早とは微笑した。彼とは全く関係のないことだよ。縦脇は、議定の顔を見つめた。それから、頷いて、 キーに酒の支度をさせてあるから、久しぶりに一杯付き合わないか、と言った。やとは、そうだな、と口ごもった。気の進まない様子だったが、それでも縦脇が立つと、一緒に立ち上がっておもやの方へ行った。焼いた干物にナマス。菜の浸し物に野菜のうま煮。 おとしたまごのすいものに、氷豆腐のみそ汁という、つつましいものであったが、きゅうじにすわった、きーは、うすげしょうをしていた。ハヤトはやとはさかずきにふたつかみつしか飲まなかった。酒には強い方なので、きーがいくたびかすすめたが、うすげしょうをした、兄嫁のすがたが、まぶしいとでもいうように、ハヤトはやとはめをそらしながら、 穏やかに辞退した。「立脇は少し酔うと高声になる癖がありその声を聞きつけたのだろう」「正一郎が寝まきのまま起きてき襖を開けてのぞいた」「やはい」と正一郎は言った「小池のおじさんが酔っ払ってな」キーが驚いて振り返り「正一郎さん 叱ろうとしたが、盾脇はいい機嫌であぐらをかきながら手招きをした。起きていたのか、坊主。盾脇はあぐらに座った膝を叩たたいた。こっちへ来い。抱いてやるぞ。キーが静止するより早く、章一郎は飛んできて盾脇の膝へ腰を下ろし、素早い目つきで、 はやとの顔を見た。キーも同じようにはやとを見、はやとは、いいよ、というふうにうなずいてみせた。すると、章一郎は急に、縦脇の膝から立ち上がり、おちさんは酒臭いから嫌だ、と言って、はやとの膝へまたがった。章一郎さん、とキーが睨んだ。叱るな。 とたた。たまには男の膝が欲しくなるだろうそして抱かれた章一郎と抱いている隼人を眺めながら涙ぐんだような目になり満足そうにうなずいた「うんよしこれで酒がうまくなった」「第三章」「3月初めに山の木戸から使いがあった。 木戸番頭の幾田殿九郎が変死したということを告げた。御用林を見回りに出た途中、雪解けの崖道から落ちて即死した。死体は山でダビにして下ろすから、遺族を山へ同行したいということであった。隼人はこれを聞くとすぐに隼の飛脚を江戸屋敷へやった。木戸の番頭が死んだので、 その後任を選ぶことになり、住職の間で人選が始まったそれはちょっとした難題であった山の木戸詰めに仰せつけられるのは不行籍とか職務上の失策などのあったもので明らかに左遷の意味が含まれていたそういう該当者のない場合には住職で人を選ぶのであるが木戸詰めは 島流しも同様のひどい生活であり、他にも悪い条件が多いため、選ばれる者よりも、かえって選ぶ人たちの方が当惑するくらいであった。三月十七日に、江戸から早とへの返書があった。彼は、それを読むとすぐに、教頭の横淵十九郎を訪ねて、 自分の望みを打ち明けた。横淵は驚いた様子で、隼人の顔をしばらく見守っていたが、やがて、任期が終わったら道場へ戻るかと聞き、隼人が、そのつもりだと答えると、では、そうするがよいと承諾した。老身に達しのあったのは19日で、その日の午後、 明日途上するようにと、住職から使いがあり、家へ帰ると小池盾脇が待っていた。彼は怒ったような顔つきで、向こうへ行こうと言い、すぐに早との住まいの方へ行った。明日、城中へ呼ばれるが、と盾脇は座るのももどかしげに言った。どういうお沙汰があるかわかっているか。 はやとは、うん、と言った。辞退するだろうな、と立脇が聞いた。はやとは首を振った。辞退しないと立脇が言った。お沙汰は山の木戸の番頭だぞ。俺が殿に願い出たんだ。立脇は口笛でも吹くように口をすぼめ、それをぐっ と一文字にしながら、尖った目つきで、隼人を睨んだ。目当ては、西沢だな。いや、と隼人は首を振った。改めて言うが、番頭は辞退してくれ。と、盾脇が言った。朝だけは、お咎めを受けているが、押して道場の助教に採用してもらった。その義理を考えても、 今の席を離れることはできないはずだぞ。横淵先生からはもう許しが得てある。縦脇は息を詰め、それから言った。俺を出し抜いたわけか言えば反対しただろう。隼人はゆっくりと言った。しかし、俺が木戸へ行くのは西沢のためではない。 どうか、同じことを何度も約束させないでくれ理由も言わずにか前にちょっと話したがルニン村を何とかしたいのだ何とかするとは言ってみなければわからないハヤトは左の手で右の肩をもみながら言ったこれまで調べたところではあの部落のことはまるで投げやりになっている 記録は7年前のものが最後で、その時の住民は27家族で、74人、男38人、女36人となっていた。ところが、それさえも10年前の記録と同一で、実際の調べとは思えないんだ。あの部落の話は聞きたくないね。胸が悪くなる。そうらしいな。 少し皮肉な口ぶりで、隼人は言った。みんな、そうらしい。本当に畜生谷のことなんかで、山へ行くのだとすると、言っておかなければならないと思うが、縦脇はちょっと言いよどんだ。これは、実は他に進める人があるんだが、隼人に、キーと一緒になってもらってはどうかという話があるんだ。隼人は、 自分の手を打ち返し眺めていた。もちろん、急ぎはしない。縦脇はまた怒ったような調子になった。隼人は、小一郎が十五歳になるまで結婚はしないと言ったそうだ。本心からそうするつもりかもしれないが、それは不自然でもあるし、無理なことだ。また、キーの方も二十六歳で。 これは無論、よそへ再婚するというわけにはいかない。何を笑うんだ笑いやしない。は人は静かに目をあげた。いずれその話は出るだろうと思っていた。世間ではよくそんな風にまとまるようだからな。あ、考えておくよ。あれが嫌いなら話は別だぞ。嫌いなことはない。 と,とは答えた小さい自分からよく知っているし兄と婚約が決まった時はがっかりしたくらいだしかしまあいい考えておくよそのあくる日隼人は途上して家老に会い江戸から死者があったこと彼に喜の番頭を命ずるという沙汰であることなどを告げられた家老の 樋口門左衛門がそれを伝え、隼人はお受けをした。そこには、年寄り役の林平衛門、中立正太夫、また、中老の与田滝三郎らが列席してい、与田が隼人に質問した。その方は、自分からこの役を願い出たということだが、それは事実か。隼人は、 事実であると答えたえ仰せつけられる役目に差別があってはならないがと与田は言ったこの役だけは誰にも嫌われているこの役が嫌われていることはその方も知っているであろうはやとは顔を上げて聞き返したそのおさたにはルニン村について何か ご指示があると存じますが、私の問いに答えてくれ。それが私の答えです。と、隼人は言った。それとも、ご指示はございませんかルニン村の件について、と、家老の樋口が言った。その方の望みを叶えてやれという意味のことが書き添えてある。隼人は、そこで、 小池立脇に言った通りのことを語った。その土地へ行って、実際の状態を調べた上で、開廃すべきことがあったらやってみたい。いずれにしてもこのまま放置されていて良い問題ではないと思う。と言った。老職たちは低い声で、二三のことを相談し合った後、今度も与田滝三郎が隼人に言った。軌道には、 西沢半四郎がいる。与田は探るような目で隼人を見つめた。この役目を願い出た本心が、まことに今申した通りであるか、それとも西沢のいるためであるかどうか、その点について我々には疑念があるのだ。隼人は黙っていた。彼らが疑念を持ったとしても、 こちらの責任ではないと言ったような顔つきであった。その方はどう思うと与田が聞いた。私の所存は申し上げたとおりです。と隼人は答えた。他に申し上げることはございません。与田は過労を見た。では、と口が言った。両三日うちに沙汰をしよう。 そして3月22日に再び城へ呼ばれ正式に木戸番頭に仰せつけられた隼人は25日の早朝新たに雇った義兵という小物を共に城下町を出立した木戸から迎えに来た二人の足軽が案内で渦間川の流れに着いたり離れたりしながら 次第に険しくなる山道を北西に向かって登っていった。木戸のあるのは大仏岳の頂上近い岩場だった。麓からは約五里の道のりであるが、霧岸の中腹に危うくしがみついているようなその道は登り降りが多く、狭くて勾配が急で馬を通すこともできなかった。 また、五箇所に山道があって、そこを南所と呼んでいるが、これは崖の岩に穴をうがち、それ丸太の支柱を入れた上に、厚い松材の板を渡したもので、百尺余り下には、渦間川の上流にあたる大仏川の渓流が、大きな岩をめぐって白いしぶきを上げているのが見える。 この架け橋は一度に一人しか渡ることができず、慣れたものでも下を見ると目がくらむと言われていた。隼人たちは第一の参道にかかるところで弁当を使い、それからは参道ごとに休みながら登ったが、木戸へ着いた時はすっかり日が暮れていた。大層なご見客です。 案内の一人が、ヤトに言った。私ども慣れているものでも、十時より早く登ったものはございません。失礼ですが、お疲れのご様子も見えませんな。いや、疲れたよ。と、隼人が言った。ご苦労だが、先触れに行ってくれ。足軽の一人は、軌道の方へ走って行った。木戸は、 太い杉丸太の柵で囲まれ、黒木の歌舞伎門がある。岩を削った踏み段を上り、門を入って行くと、番書の玄関前に番子たちが並んでいた。玄関柱の左右に半家の縄文を記した高張城鎮が明るい光を投げてい,い並んでいる番子の両端に足軽たちが四人ずつ、 おのおの、ちょうちんをもってつくばっていた。ハヤトは、彼らの前で立ち止まり、一人一人をゆっくりと眺めてから、しっかりした声で静かに言った。私は、今度、軌道番頭に仰せつけられてきた。そこで彼は、一呼吸してから、名乗った。浅田ハヤトというものです。 これから、ご一同のご助力を頼んでおきます。万師たちの間に、ほんの一瞬ではあるが、かすかな動揺の起こるのが認められた。しかし、すぐに一人の男が、一歩前へ進み出た。岡村七郎兵衛です。と言って彼は歯を見せた。お忘れですかハヤとは、ほう。 と言ったが、彼の問いには答えずに、次の番詞へ目をやった。次の者は、小野大九郎、また、犬井藤吉郎、松木久之助、そして最後の一人が、西沢半四郎と名乗った。早人は、そこで初めの一人に振り返り、久しぶりだな、岡村、と言った。 お前のことは不思議に忘れていた、はあこんなところへ来ていたのか第四章ギアマンのように冷たく澄み通った山の空気が厳しく五体に染み通りあらゆる筋肉を快く緊張させた東の空の低い棚雲の縁が 大々色を帯びた金色に光り、その繁栄で大仏岳の頂上の岩肌がこの明るく浮き彫りになった。頂上の北側に如来の峰というのがそびえている。頂上より六七十尺も高く小ブのように突き出ている眼界であるが、そちらは北風が吹きつけるのと日陰の部分が多いために、 まだかなり雪が残っていた。今、早との立っているところは、大仏岳の頂上を一旦ばかり北西へ降りた、久しい岩の上で、そこが国境であり、また隣藩との境でもあった。向こうはまだほの暗く、岩地の急斜面は、白くて濃い雲の中へ降りて行くが、 その白い雲の他には何も目につくものはなかった。この山を越して隣の領地へ抜けるには木戸のあるその半部しかない。戦国末期まではそこに鳥出があったというが、木戸が作られてからでも150年以上は経っている。山越えをするには唯一の地形なので、密かに物資を 一出入する者や、逃亡する罪人や、また、御用林を討伐に来る者などがあり、現在でもなかなか油断はできなかった。金雲を抜いて日が昇り、岩の斜面が眩しく光った。早とは戻って、木戸へ下がる道とは反対の方へ曲がると、突然そこの岩陰から人が出てき、危うくぶつかりそうになった。 しかし、相手は、隼人の来ることを期待していたらしく、一足下がりながら、礼をした。西沢です。と彼は言った。西沢半四郎です。ちょっと話したいことがあるのですが。隼人は相手を見た。枯れ木か石ころでも見るような、感情の少しもない、平静な目つきであった。御用のことなら聞きましょう。 と、ハヤトは言った。だが、御用以外のことは断ります。そうでもありましょうが、織部殿との果たし合いについて、一言だけ聞いていただきたいのです。それは、済んだことです。お願いです。どうか一言だけ聞いてください。いや、と、ハヤトは穏やかに遮った。御用以外の話は断ります。 そして、ゆっくりと歩き出した。木戸と反対の方へ行くその道は、岩をめぐって段下がりに左へ下り、やがてルニン村の上部へと出る。前の日に、ハヤとは一度案内されてきたから、迷うことはないと思ったが、ある曲がり角のところで、後ろから、その道は違います、と呼びかけられた。 振り返ってみると、岡村七郎兵衛で彼は大股に近寄ってきた。闇夜のつぶて、油断大敵。岡村はとぼけた笑顔でこう言った。外でするときには友を連れないといけませんね。山は危険です。いつどこから何が出てくるかわかりませんよ。悪七病へなどと言われたくせに。 ハヤトが言った。案外、お前も苦労症なんだな。ハヤトの目はまた、双親のないミュージを見るような、暖かく優しい色をたたえた。あのあだ名をご存知なんですかお前は、俺の教え子だぞ。歳は三つしか違いませんよ。腕だってそう違いはなかったさ。と、ハヤトは言った。 ルニンラへ行くんだが、こっちです。と、岡村が手を振った。半校の道場で、隼人は岡村に稽古をつけた。手筋はかなり良く、上達も早かったが、力が強い上に乱暴者で、人と喧嘩が絶えなかった。隼人が江戸へ行くちょっと前に、道場で二人を相手に喧嘩をし、一人の腕を折ったため、 横渕教頭から破門された。もう破門も許される頃じゃないかと歩きながらハヤトが聞いた。あれからまた何かやったのかそんなところです。岡村はそう言ってハヤトに振り返った。浅田さんがここへ来たのは到着された晩に話したことが本当の目的なんですか 岡村はいつ来たんだ話をそらしますね。晩はいつ開くんだ晩は一年ですから。と岡村が答えた。この八月には城下へ帰ります。しかし、望めば延期することもできますよ。しばらく歩いてから。断っておくが。と隼人が低い声で言った。 これからは、つまらない疑いや憶測で、人の動作を見張るようなことはしないでくれ。わかるだろう。こっちへ降りるんです。と、岡村が言った。岩を削った急な階段を降りると、すぐ向こうに、ルニン村の部落が見えた。霧岸と霧岸とに三方を囲まれ、東の方へ段下がれに低くなる橋が、 そのまままた霧岸に続いていた。一口に言うと、屏風で三方を囲まれたひな壇のような地形で、石を組み上げた大地が斜面に暖歩なしており、若木のヒノキや杉のソリンの間に住民たちの家が散らばって見えた。昨日はそこから引っ返したのであるが、ハヤトはしばらく眺めていた後、 岩のごつごつした狭い不規則な天候型になっている道をゆっくりと降りていった後ろから岡村七郎兵衛が部落まで行くのかと聞いたそのつもりだと隼人は答えた「ちょっと待ってくださいそれは考えものですよ一回りするだけだあなたはまだご存じないでしょうが 部落の中には桁外れな人間がいます」と岡村が言った幾田さんが崖から落ちたのも過ちではなくゴンパチに突き落とされたのだなどという話さえあるくらいです根拠のある話かおそらく誤って落ちたのでしょう友を5人連れていましたが5人とも幾田さんが足を踏み滑らせて落ちるのを見たということです もっともそこは七曲がりといって切りしの中腹を削った狭い道が幾曲がりもしているし幾田さんと友の者たちとは離れていた様子なので落ちるのを本当に見たかどうかはわからないんですがと言って岡村は肩を揺り上げた死体を上げに行った時崖の上からのぞき込んでいたものがありそれがパチだったということで そういう噂が出たのだろうと思います。ハヤトは立ち止まって、岡村を見た。ゴンパチにそんなことをする理由でもあるのか特にこれという理由はないでしょうが、ゴンパチに限らず、部落の人間は、皆、喜怒の者のを憎んでいますからね。どうしてどうしてですって岡村はどもり、また肩をゆり上げた。 だってその、囚人が、老森を憎むのは当然じゃありませんか。隼人は何か言いかけたが、口をつぐんでまた歩き出した。道を下りきったところに、平らな石を積んだ道しるべのようなものと、すっかり朽ちてしまった杭のようなものがあった。岡村七郎兵衛はそれを指さして、 昔はそこにルニン村という印の石が建ててあり柵が回してあったのだと説明した「どうしても中へ入るんですかそのために来たんだ」「よろしいでは庄内老人のところへ寄りましょう老人が一緒ならまず安全です」「それはどういう人間か隼人はそう聞こうとしたが口には出さなかった」 シルベの石のあるところは、ブラクの最上部であった。石で組み上げた大地は五段になってい,い、一段に五棟から七棟の家があった。ちょうどその時、ブラクを越した向こうの霧石の上部を、朝の日光が赤く染め出し、その赤い色の次第に広がっていくのが眺められた。 部ラクのあたりはまだ薄暗く青白いかしぎの煙が上から何かで抑えられてもするように五段の筋をなして横にたなびきたなびいたまま動かずにいた急な踏み段を曲がりながら降りていくとどこかで鋭い女の悲鳴が聞こえた隼人が立ち止まり岡村も足を止めた悲鳴は間を置いて聞こえてきた つんざくような鋭い獣めいた叫び声で隼人は,は生皮を剥ぐという昔の刑罰を思い出した「いやよしましょう」と岡村が言った彼らには彼らだけの習慣があります喜怒の起きても彼らの習慣まで支配はできません「お前に来いとは言わない」隼人は,はそう言って歩き出した 私は、庄内老人を呼んできます。と、岡村が言った。からはずみなことはしないでください。岡村は、左の方へ走っていった。隼人は、声のする方へ急いだ。竹の低い檜のそりんがあり、その影に、一棟の家があった。胸が低く、かやぶきの、口かかったような屋根に、手が届くくらいであった。 こういう家を見棟まで見、やがて十字の辻に出た。大地の中央を縦に通じているらしい。そこで女の悲鳴が間近に聞こえた。早とは右へ曲がり、踏み段を駆け上がった。登りきったところは、百坪ばかりの何もない空き地で、隅の方に枯れた杉の木があり、その枝に、 裸の女が吊るされていた。杉の枯れ木のこちらに男や女が七八人立ち並び、一人のたくましい男が諸肌脱ぎになって、皮むちのようなもので裸の女を打っていた。まばゆいほど白く、きめの細かな女の肌に、鞭の跡が赤く、幾筋となく記され、中には皮膚が裂けて、 血ののんでいるのが見えた。手首を縛って吊るされている女は打たれるたびに悲鳴を上げ体を左右へ振ったり吊るされた縄を中心にぐらっと回ったりした豊かな乳房やまろやかに張り切った腹部が激しく波を打って揺れ溶けた髪の毛が生き物のように女の顔を包んだりバラバラに 振りりされたりしたしよせと隼人は静かに呼びかけた。無法なことをするな。第五章。そこにいる男女がこっちへ振り返った。どれが男で、どれが女か。若いのか、年をとっているのか。ほとんど見分けがつかなかった。見分けをつけている暇もなく。 女を鞭打っていた半裸の男がゆっくりとこっちへ歩み寄ってきた背丈は五尺三寸そこそこであるが肩幅が不自然なほど広く黒い胸毛に覆われた胸は筋肉がコブのように盛り上がっていた額の狭い後ろにのめった頭には赤茶けた髪の毛が密生してい,いまた頬へかけて同じ色のひげが 隙もなく伸びている間に、気味の悪いくらい、赤く熱い唇と大きな黄色い歯の剥き出されるのが見えた。どんな罪があるか知らない。と、隼人はなお静かに言った。だが、か弱い女にそんなむごい仕置きをしてはならぬ。俺は今度来た、木戸番頭で、浅田隼人というものだ。 男はまっすぐにこっちへ来た。隼人は別に危険も感じず、そこに並んでいる男女の方へ、さらに呼びかけようとしながら、大股に近寄ってくる男の全く無表情な顔を見、岡村七郎兵衛の注意を思い出した。平卒なことはしないでください。隼人は脇へ避けようとした。そこへ男が飛びかかってき、 いささかの躊躇もなく拳を振るって隼人の顔を殴ったそんなことをされようとは予測もしなかったし男の動作は驚くほど敏傷でしかも力強く断固としたものであった左の頬骨を殴られたと思うと右の方を殴られ隼人は目の中で電光が走るのを見た立ち直る暇もなく無論体をかわす暇もない はじめの拳で頭の芯が痺れ、よろめきながら腹と後ろ首に激しい打撃を感じ、倒れた時に後頭部が岩に当たる鈍い音を聞いた。ぼんやりと遠くで人の話すのを聞きながら、早とは長い間、うとうとしていた。子供の頃、眠っていて、隣座敷で父と客とが話していた。 夢うつちにその話し声を聞いているというような感じがした。こっちから二番目です。と一人の声が言っていた。あの架け橋はかけ直さなければいけません。支えの木が腐っていますよ。頭の根性よ。としばらくして女の声が言った。ちょっとしゃがれ気味の穏やかな丸い声であった。鹿ですよ。 メストオスオ二頭ですっほかにもわけのわからない会話を幾たびか聞いたそうしてやがて割れるような頭の痛みで隼とは目を覚ました薄暗いあんどんの光で低い天井が見えすぐ近くでたきぎの焦ぜる音が聞こえた「気がつかれたようだ」という声がした すると岡村七郎兵衛の顔が上から隼人を覗き込んだ岡村は微笑した「どうですか?」と岡村が言った「まだ痛みますか?」隼人は唇をなめた体中が凍るように寒く喉が耐え難いほど乾いていた「ここはどこだ?」と隼人が聞いた 庄内老人の住まいです隼人は,はその名を口の中でつぶやきそして初めて会ったことを思い出したようにうなずいたがそんなわずかな動作さえ頭の中に鋭い痛みが起こり彼は眉をしかめた「飲むものが欲しい」と隼人は言った「それから喜怒へ戻ろう」「それは無理です」 と脇の方で誰かが言った。頭をひどく打っておられるし熱もまだ高いようです。今動かれてはお体に悪うございましょう。岡村七郎兵衛が「薬頭です」と言った。隼人は注意深く半身を起こして湯飲みの中のものをすすった。薄甘く辛みがあって嫌なにおいが穴をついた。頭の中に もう一つ痛む頭があるような感じがし、骨という骨がズキズキした。どうやら動けそうもないな。ヤトは,はそう思ってまたゆっくりと横になった。あの女はどうした岡村。と隼人は,は頭に響かないように加減持ちながら聞いた。あの女はどうして撃たれていたんだ岡村ではなく、 別の声が答えた。男の知れぬ子を見ごもったのです。とその声が言った。ブローというものの娘で、名はイ年は二十歳になります。生まれつき知恵の遅い上に推しですが、相手が誰かということはわかっていて、どうしてもそれを告げようとしないのです。ここはルニン村であり、昔から住民は、 厳しい掟に縛られていたその一つに三つの金があってそれを犯した者は死ぬまでの地形に処された罪人の子孫を増やさないため特に重刑を犯したらしいずっと昔に幾度か実例があり女の方は撃ち殺されたが男は皆逃げたということである60年ほど前旅の行者の 騒動ということがあって住民の半分近くが死にました」と語り手は続けたそれから3つの金も緩やかになり今では喜怒の監視もほとんど解かれたような形ですが金八はあの娘と夫婦になるつもりでいたものですから昔の掟を盾にとってあのような無体なことをやったのでございます隼人は 静かに声のする方を見た。炉端に一人の老人が座り長い金火箸で炉の火の具合を直していた年は七十近いだろうかたくましい体と顎の張った長い顔に一種の威厳が感じられた髪の毛は灰色であるが眉毛は黒黒と太く口元にも奏者のような力があった それが庄内老人であった「コンパチというのは殴っていた男か」と隼人が聞いた老人はゆっくりとうなついた「水郎につないでおきました」「水郎だっていや昔の水郎でして」と老人は炉の火を見つめたままで言った岩を掘った 穴の上作ったです昔は罪人を鎖でつなぎ腰まで浸るように水を引いたものだそうですが今では問いもありませんし牢の中はよく乾いております「離してやれ」と隼人は言おうとしてそれを言う気力もなく目をつむったそれから丸3日彼は 高熱に悩まされながら半睡半醒の時を過ごした岡村七郎兵衛はずっとついていたし木戸からも幾人か見舞いに来たが隼人は庄内老人と看病してくれる綾という娘に興味を惹かれた綾の年は十七歳いつも水で洗ったばかりのような爽やかな顔つきで眉と目が際立って美しかった 町内老人のところへ読み書きの稽古に来るそうで、今日まで続いたのはこの娘ただ一人です。と老人は言っていた。後から考えると、ゴンパチに襲われ、老人の世話になったことは彼にとっては極めて幸いであり、のために木戸へ戻るまでには、その部落に伝わっている古事の数々を聞き、 住民たちにもかなり会うことができた。この間にほぼ察せられたのであるが、住民たちが獣のような生活をしているという表がかなり事実に近いこと。また彼らが省内老人を心から尊敬し、頼りにしていることなどであった。早とは一度自分が番頭になってきた目的を省内老人に話してみた。 その時、老人はしばらくの間、路端から黙って隼人を見ていた。私は前からあなたの目に気がついていました。と、老人はやがて言った。それでこんなことを伺うのですが、西沢半四郎という万氏の方がおられるそうですね。隼人はうなずいた。その方のことはどうなのですか 何か聞いたとすれば。と、隼人は、重いものでも持ち上げるように答えた。それはただ、想像から出た噂に過ぎない。ここでは、噂は早く伝わります。と言って、老人は隼人を見守った。私はあなたの目を見て、あなたが噂されるようなことをする人ではないと思っていました。 それから老人は調子を変えて、ヤトの考えていることは、徒労に終わるだろうと言った。ずっと以前にも、ここの住民を解放しようという意見が出たし、住民たちにも山を降りて新しい生活を始めるようにと説得したことがあった。しかしそれは、住民たちによって拒否されたという。彼らはニ人の子孫だという。 抜きがたい先天的な引け目があり、長い年月山で枯絶した生活をしてきたために、広い世間へ出ることに深い恐れを感じていた。実際にもその通りなのです。と老人は言った。男は十七八になると大抵山を降りて行きます。これをここでは抜けると言っておりますが。 降りていったものは消息不明になるか、または生活に敗れ年老いてただ骨をうずめるためにだけ帰ってくるというようなありさまです消息を絶った者の,の中にはどこかで仕事に取りつき立派に一家を成した者があるかもしれないそういう者があったにしてもルニン村の出身ということは隠し通そうとするであろうし 多くは失敗して貧窮にあえいでいるか、行き倒れて名も知られずに葬られるか、どちらか一つというふうに考えられていた。それは、ここへ帰ってくる年寄りたちが商人のようなものです。と、庄内老人が言った。帰ってきた彼らは、一年か二年のうちに死んでしまいますが、それだけでいかに、 世間の生活が辛く厳しいかということを住民たちは感じるようです。私はあなたの考えを間違っているというのではない。と、庄内老人は終わりに言った。あなたがもし辛抱強く本心からそれをやり遂げるつもりなら及ばつながら私も助力をしよう。けれどもここは その他にも困難な問題が多いので、じっくり腰を据えてやる気構えが必要である。まず、住民たちと親しくなること。これが第一であろう。と、老人は言った。高熱が下がった四日目に、隼人は忘れていたことを思い出し、コンパチを離してやれと命じた。その時、そばにいた綾が、コンパチは逃げました。 と言い、慌てて口を手で押さえた申し訳のないことですがと庄内老人が綾の言葉に続けた幸四郎が古くなっていたのでしょうおとついの夜押し破って山越しに隣の領内へ逃げた模様です隼とは岡村七郎兵衛を見た無駄でした と言って岡村は肩を揺り上げた追っ手をかけましたが足跡も見つからなかったそうですしかしもうここへ帰ってくるようなことはないでしょう山本周五郎作「畜生谷」朗読その第9回第5章朗読2019年3月18日